今日はですね、ヤマトが前になんとかなんとかずみたいなところで働いてたヤマトが、はい、久しぶりに遊びに来たんですよ。来ました。カメラ回してます。しかもね、この板車を乗ってきました。はい、車買っちゃいました。まあ、やっぱこの系の車を買ったらですね、はい、スポーツコンパクトの巨匠のやっぱ世界の岡ちゃんの登場ということで、はい、いろいろ能書きを垂れたいかなっていうことでね。いや、もうぜひちょっといろいろ見て言ってもらいつつ乗ってもらいたいなと思って、わがまま言って、うん、はい、イタシャとか、うん、そっち系の車を乗るっていうことはね、うん、はい、要するに機械と相対するっていう考え方は捨てなきゃダメなの。あ、機械と相対を捨てる。機械じゃないんだこれは。はい、要するに、うん、こいつが機嫌が悪い時は調子悪いし、はい、曲がるのも嫌だっていう時は曲がんないし、あ、そこを仲良く付き合うのがイタシャとの付き合いなんだ。生き物ってことですね。そういうこと、そういうこと。なるほど。今の、はい、日本の電子化されたデバイスの、はい、ああいうのとはもう、うん、まるで生き方が違う。でも確かにフィーリング全然違いますもんね。そういう接し方ができる人は、はい、やっぱこういう車がやっぱりどんどんこうハマっていっちゃう。ほんとね、愛おしいんですよね結構。だから俺なんかはもう常にスポーツコンパクトは常に自分の中に、自分の身近に1台置いとかないと、はい、生きていられない体になっちゃってもうそうなっちゃってるんですね。もともと普段が乗ってる車も、はい、デバイスはついてる車はないんだけれども、はい、でもね、確かにそうだ、はい、もう今の中のエンジンかけた瞬間音もなく走るやつって、はい、なんか乗ってる気持ち悪くてしょうがない。ああ、まあそうっすよね、うん、スイーって言いますもんね。あれはね、移動の手段として、はい、もうなんて言うんだろうな、エスカレーターとか、うんうんうん、エレベーターとか、はい、そういう類の乗り物であって、うん、自分で操るっていう意識がないな。なんかあれですよね、便利の極みというか、なんかそっちの方向に進化してる感じですもんね、あっちは。だって唯一俺がさ、そういうのついてるヤリス、はい、あれなんか高速道路乗ってさ、はい、なんか車線越えようとするとなんかピーピー言いながらさ、こんなに道悪いのかって思うほど俺のハンドルの邪魔すんだよね、あれ勝手に車線内で収めようとしてさ、はい、そうですね、邪魔くさくて、ああいうのってさレーンコントロール邪魔ですよね。なんでこんなのつけちゃったんだろうと思って意味がわからねえわみたいな、うるさいって思いますもんね。そう、やっぱりね、そういうものが何もついてない、はい、やっぱ昔の車に、うん、やっぱ憧れるよね。そうですね、やっぱダイレクトな方がすごく操る楽しみもありますし、何より対話が楽しいですね。そうだね。でもまあこれは、はい、アルファの147っていうのは、まあ、145です。145か、はい、コンパクトの中ではわりかし大きい部類のスポーツコンパクトなんだけれども、はい、エンジンも2リッターでしょ。これ2リッターです。2リッターの、直四ツインスパークですね、はい、だからそこそこ走るんだよね。はい、結構小気味よく走ります、はい、なんかスペックはそんな高くないんですけど、うん、一応155馬力のトルク19キロ、はいはいはい、でもなんかその割には結構元気よく走りますけどね。日常走る上では全然もうもたつかないし、はい、走れるっていう車だよね。ですね、うん、これマフラーはこれノーマルなの。これあ、これマフラーだけ変わってます。マフラーバンパイアって言ってない？いや、気のせいです。車屋さんにこれ買うときに、うん、この状態だったんですけど、うん、車検切れてて、うん、車屋さんにこれいけますかって言ったら、じゃあ車検通してみるねと、うん、通りました。うん、それはね、多分ね、イタシャだからね陸運局も適当なんだみんなラテンなんすねこれちなみに一応、うん、145の、まあ、その四つ葉のクローバーついてると思うんですけど、うん、クアドリフォリオっていう、あ、クアドリフォリオね、はい、最上級のグレードで、はい、で一応ここにですね、こんなのがついてるんですけど、うん、これセリエスペチアーレって書いてあるんですけど、うん、250台限定車ですね。なるほど、はい、なんでちょっとまあ高級感、うん、普通のよりはあって、でエンジンもまあ2リッターツインスパークが一応最強モデルと、はい、いうことになってます。このね、はい、スパンというこの切り方、はい、これがね、
男らしくていいんだよ。いや好きですね、うん、これあのこのまんまセダンのやつもあるんですよ、うん、146っていうのが、うん、あるね、はい、けどやっぱなんかこれが、うん、なんかそのコーダトロンカっぽいっていうか、はいはい、すごい好きですね、やっぱりこの落ち方がホットハッチっぽくていい、はい、うん、僕はあのイタリア版シビックとか言ってるんですけど、これさミラーがさ、はい、両方とも同じ大きさ、同じ大きさです、あらおそらくアルファはやっぱり、はい、同じイタリアでもフィアットとは違うんだな。あ、本当ですか？フィアット違うんですか？フィアットは基本的に、はい、どっちかがちっちゃいんだよ。え、そうなんですね。フィアットってもともと左ハンドルでしょ？はい、だから、右がちっちゃいのかな。あー、なるほど。運転手が、うん、これ見ると分かるけど、どっちかちっちゃいの。確かに違うかも。いやでもこれもやっぱもともと左半なんで、うん、結構足元のレイアウトとかが右半になってるとやたら狭かったりしますね、うん、すぐでかい靴履くとブレーキとアクセル一緒に踏んじゃうよみたいな、うん、まあ、その辺は日本車みたいに、はい、その相手の国に対しての思いやりとかはない、はい、基本的にそうですよね。やっぱりヨーロッパ人は、はい、ヨーロッパが一番だと俺らが一番だと、そうそう、そんな島国のことなんか知らねえよっていうタイプなんでくそ、同じ半島のくせに、まあ、でもそれはそれで俺は好きだな、はい、潔いですよね、そう、そういうところがいい、うんうん、ということでちょっと乗ってみたいな、エンジンルーム開けようよ、あ、はい、ぜひぜひ、うん、ちょっと待ってくださいね、はい、もうちょっと右です、その辺の上側にレバーがいます、お、綺麗じゃないか、そうなんですよ、意外と綺麗で、あ、よいしょ、これで下げてください、はい、こんな感じです、いわゆるアルファの2リッターツインスパーク、一応なんか最初からタワーバーはついてましたね、これやっぱりね、はい、さんと、うん、そのヨーロッパ車を比較した時の、はい、なんて言うんだろう、こう日本車は、はい、やたらと派手に作ってるんだけど、うんうん、例えばこういう鉄板の厚みを感じるよね、はい、ああそうかもしれないですね、それは俺のパンダを見てもそうなんだけど、はい、あんなちっちゃい車でも 1000cc なんだけれども、うん、やっぱ厚みを感じる、あ、本当ですか、それはやっぱり日本車がいかに軽く作ろうとしてるかっていう、まあそのね、安全性と、あとはその燃費向上で軽量化してるのもあるでしょうし、うん、これ綺麗じゃん、それなんかレアらしいんですよ、うん、ヘッドライトカバー、カバーがね、はい、なんかもともとそのこの車でラリーに出ようとしてたらしいんですよ、アルファロメオが、うん、ただまあ、それでそのヘッドライトガードができたんですけど、うん、結局ラリーに出なかったんで、うん、市販化したっていうことをアルファマニアの人が言ってました、あ、なるほどね、はい、ただ真偽のほどは定かではないんですけど、やっぱりそのバッテリーの大きさっていうのが、はい、これヨーロッパ車特有だよね、このサイズ感ですよね、ごっつでかいんだよバッテリーが、どの車も、はい、うん、ちっちゃくて軽いのにしたいこれちょっと笑い話があって、うん、だいたい買うって決めてから2週間ぐらいで納車予定だったんですけど、うん、なんかここの下にアイドリングをコントロールするバルブがあるんですね、うん、モーターが、うんうん、それが納車前に壊れて2週間納車延期になりました、うん、でしかもその部品が本当これぐらいのモーターなんですけど5万円ぐらいするらしくて中古で、うん、で車屋さんが儲けがなくなったって嘆いてましたそんなに良心的なの？はい、うまくやってくれましたね、ありがたかったです、素晴らしいじゃないですか、はい、いいお店見つけたなと思って、今時はせしがない世の中なのでね、うん、もう金金金金でね、はい、これもなんか新品に変わってるね、あ、そうですね、そこのセンサーも変えてくれたって言ってましたね、うん、まあやっぱりセンサー系はねどうしても古い車なんで、はい、壊れちゃうんだけれども、うん、意外と、はい、
俺も意外とヨーロッパ車いろいろ乗ってきたけれども、うん、案外壊れないんだよな。ああ本当ですか。うん、なんか僕もあの細かいところはまあ壊れると思うんですけど、動力的な部分では問題ないのかなと思っていて、うん、俺が唯一壊れて乗り換えたのはベンツの、はい、あの A クラスの210エボリューションってやつなんだけど、はい、あれはミッションが弱い弱い、オートマが弱い弱いって言われてて、はい、でいや俺のはそんなことないよって言ってたんだけれども、うん、ある時急に、はい、中野長者の首都高の降り口で登ってって、はいはい、渋滞にはまってたら、はい、急にミッションが動かなくなったんだよ。そんなところで超焦ってどこにもギア入らないって感じですか。入らなくて後ろには並んでるし、はい、前には行けないしどうしようっつってガチャ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 やったら、はい、その時一瞬だけ動いてくれて、はい、もうなんか油汗かいたねそうですよね。どっちも止めるし、そう下がれないし、もうそれで A クラスは、はい、手放した。あ、懲りたっていう感じですかね。へえ、やだな、その経験はしたくないなだからオートマっていうのはさ、はい、やっぱそういう点で言うと、うん、壊れちゃうとどうしようもできないもんな。そうですよね、対処できないですもんね、うん、ということでじゃあちょっと乗ってみましょう。はい、お願いします、はい、よいしょ。ちょっと待ってください。先にバイトだけしちゃいます。なんだこの雰囲気あるじゃねえかよ。そうなんですよ。いい感じなんですよ。ドア閉める音もバインとか言わないし。よいしょ。どうなってる？こちらが鍵でございます。はい。いやなんかキーホルダーがなんかされてるじゃん。それあの20年前に父ちゃんがくれたキーホルダー、未だに持ってました。お。ちょっとねシートがそれでも一番低いっていうポジションなんですけど、うん、ちょっと椅子っぽいポジションですね。あ、やる気にさせるなこの音。そうなんですよ。結構いい音するんです。おお、あーあーって言ってる。150馬力？155馬力です。おお、はい。ギア比がいいんじゃないこれ。そうなんですよ。割とクロスしてる感じで。結構5速100キロで3000回転ちょっととか回ってますからね。あのさ、はい。なんて言うんだろう、ヨーロッパ車のこういう車っていうのはさ、はい、うん、スペックじゃ語れないんだよな。いや本当そうですよね。あの国産のスペックと比べちゃうと、はい、もう全然違うんだよ走りが。なんか雰囲気がもうとても輸入車あるあるですね、はい、あ、ただハンドル全然切れないですこの車そうなんだよね。はい、俺のルーテシアの V6 なんかも、はい、Z のエンジンなんだけど、はい、もう高回転の周りとか、はい、もう Z とか全然違うもんな。別物ですか。そう、はあ、もうそのなんて言うんだろう、いじり方が、はい、やっぱヨーロッパテイストなんだろうね。味付けが違うんですね。だってあのパンダだってさ、はい、あれ 1000cc の割には、うん、なんかここでなんかスポーツモードとかって押すと、はい、すごいよ。全然元気よく走りますか。そう、まあ、あれも6速なんで、はい、こういう車ってやっぱり普段乗ってて楽しいかな。楽しいですね。なんか一応ピークトルク3500回転らしいんですけど、うん、もう2500ぐらいからふわーって車軽くなる感じがして、うん、トルクで前に進む感じが、ね、めちゃめちゃ気持ちいいですね。白バイいますね。うん、あいついつもいるんだよ。あ、そうなんですね。うん、そうなんですよ。質感もいいし、シートの感じもいいし、うん、そうね、ちょっと今のアルファよりも、はい、なんか質感はあるな。あ、本当ですか。やっぱ新しくなった車ってどん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 質感がなくなっていくじゃん。
あー、まあそうですね、うん、より大量生産で。なんかミトなんかも、はい、ちょっとここまで保湿感はない、うん、あー、なるほど。そう、本当はあのミト買うかとか悩んだんですけどね。あ、まっすぐになりましたね。ミトは俺もほら、はい、乗ったことあるじゃん。見ましたよ、ミト。もう僕ミト市場も行ったんですけど、市場に行く前にあの谷口さんとインプレしてるやつ10回以上見ましたよ。俺はあれはほら、そのミトをインプレしてるというより、なんか隣に乗ってる女を女をいじくり回すっていう企画だったんで。お姉ちゃんいじくり回して結果最後腰痛で終わるという、そういうこと、そういうことオチでしたけど。あれはでもね、はい、あれでありなんだよね。うん、ミトもすっごい面白かったんですけど、うん、こっちほどのこのダイレクト感とはまた違うなって。そう、ね、はい、やっぱりあれは、はい、なんかこう量産で作った、うん、フィアットの500とか、はい、あとプントだとか、はい、全部一緒でしょ。そうですね、同じ共通のやつでやってるんで。共通だもんね、あれね、はい。なんでやっぱDNA のダイナミックに入れた時は、おはえーとかは思ったんですけど、うん、でもこっちの方がなんかこう早い気持ちにはなりますね。いや、この、はい、適度な、うん、雑音のマフラー、はい、やっぱこのぐらいこう音がしないと、うんうん、やっぱり板車に乗ってるって感じはしないな。車内に入ってくる低音が心地いいんですよね。そういうこと、そういうこと。これもアルファは、はい、結構興味があって。あ、そうなんですか。まあ、ジュリエッタがいいとか、はい、ジュリアがいいとか、はいはいはい、あのなんだっけ、 4C だか 8C だか、ああ、ありますね、あの 4C がミッドシップの、うん、4C か、はい、あれはね、結構候補なんだよ。おお、そうなんですね。やっぱそのカーボンの、はい、なるほど、バスタブに。いや、あれはもうスーパーカーですから ね、ほとんど1750といえど全然。これはね、結構僕あれなんですよ、父がアルファ大好きで、うん、ちっちゃい頃から家に3台とかあったんですよ、うん、でなもんで、まあ、1回ぐらいやっぱ乗っとかねえとなって思って、うん、で今回たまたまこれが家から20分ぐらいの中古車屋さんに売ってたんですよ、うん、別に専門店でもなかったんですけど、うん、もう見てエンジンかけたら一撃でしたね、うん、やられちゃいました。ちっちゃい頃から好きだったんですけどね、この145っていう車は。うーん、まあ、細かいトラブルはあるんですよ。スピーカーが斜め対角線しかならないとかなんかあとここからエアコンのスポンジがピューンって飛んでくるとかなんかそんなのはいっぱいあるんですけど、でも走るのはもう全然、そうだね、はい、何のトラブルもなくめちゃくちゃ気持ちいいですね。やっぱね、普段からね、はい、やっぱマニュアルでしょう。いやー、マニュアルですね、やっぱ。これはやっぱりね、普段マニュアルを乗らなきゃダメだなって思ってる人だから、はい、35GTR は、うん、もう免許返納するちょっと前に乗れゃいいんじゃねえのっていう。なるほど、うん、オートマでサーキットとかお前何してんのよみたいないや、そうっすよね。いや、この車すごいのが、日本に来てる車両、うん、本国仕様は別ですけど、うん、日本に正規輸入できてるのはマニュアルしかないんです。おー、はい、うん、でこれと共通のプラットフォームの155とかは、うん、そもそもマニュアルしかないんです。オートマが存在しないってちょっとこうスパルタンな仕様なんですよね。いや、乗ったら全然いいじゃんこれ。本当ですか、よかった。ホットハッチの巨匠お墨付きでいけるかも。俺のプントはさ、はい、ちょっとスタイル重視にしてはい、今時サスカットしちゃってるんで切ってるんすね車高調とかじゃないんすか。そうそうそうサスカットしちゃったんで乗り心地が悪くてすごい勇気のいる仕様じゃないですかサスカットしてバネが遊んじゃうから溶接して止めてるというねストラットにねやばい
街道レーサーですよ。まあね、そのサスカットっていうのはさ、はい、俺の年代の人たちってのはさ当たり前のようにしてたんで、はい、なんか本当に俺の18時代の青春時代にサス切ったよなみたいな、はい、